駿河台大,大学は埼玉県反応市安百698に本部を置く日本の私立大学である。1987年に設置された大学の略称は春代。1918年創設の東京高等受験講習会を源流とし、駿台高等予備校から駿台予備学校へ発展してきた駿河台学園を母体に当初は 法学部のみの単価大学として設立された大学である。現在は人文社会科学系総合大学として語学部語学科に研究科を設置している。運営主体は学校法人駿河大大学。寸大グループで真の大学を作るという山崎春行の強い決意のもと、1971年から大学開設に向けて準備を重ね、 1986年に実現するまで、実に15年の準備期間をもって設立された。少人数教育に力を入れており、その一例として2年次より、ゼミナールがあり、2年次の成績で3年次後の、ゼミナール配属が決まる方式を採用している。見学の精神として、愛情教育を理念に掲げている。寸大グループの前身である。 東京高等受験講習会創設者の山崎樹春は、アマースト大学やハーバード大学、イエール大学大学院などで学んだ文学者であり、その指導の中で培われた、個人の素質を見極めその能力を伸ばしていく、学問の本質を教え、考え解き明かす面白さに目覚めさせ、学ぶ喜びを知ってもらう、という考えに基づいている。見学の目的を、広い。 分野の知識と深い専門の学術を教授研究するとともに徹底した人格教育を通して豊かな知的教養と国際的感覚を備えた優位の人材を育成し学術、文化の向上、普及と合わせて人類、社会の発展に寄与することを目的とすると定めている。見学の精神の愛情教育から学生一人一人の個性を尊重しその能力を 最大限に伸ばしていく教育を目指している。大学創立者で、後名誉総長の山崎春行が著書でも述べている、情報化、国際化の時代を踏まえた、実社会において役立つ人材、国際社会で活躍できる人材の養成を、最大の目標とするという、実学の精神を基調としている。そのため、在学中の各種試験への合格を手段とする教養、 専門教育も重視している。系列の専門学校などとの提携もあり、キャリアセンターなどを拠点に、職業対策、専門家要請をしている。演習科目が必修であり、寸大方式が、開学時から継承されている。顕著な活動を行った学生は表彰され、同様に教員には、プロフェッサー・オブ・ザ・イヤー賞が授与される。さらに、市民講座や、 アウトキャンパススタディなど地域貢献、街と連携した活動をするキャリア教育や研究が進められた。大学では実学の成長には巨額とされる学問文化も重要と説かれる。埼玉県西部における文化、学術などの発信拠点の形成を担っている。学内における学会及び4つの研究所が開設されアーカイブズ機能を有するメディアセンターなどを併設している。 そして、留学希望者に対する支援制度が構築されている。受け身の学問から学び取る学問へを、開学時からのモットーとしている。創立者の山崎春幸が、父である山崎受春の、日本で本当に勉強する学生のいる大学を、作りたいという念願を実現した。そのため施設は、各国の大学のキャンパス設計などを視察し、資材も投じられ充実化が行われた。 キャンパス内は映画、ドラマ、テレビ CM 等の撮影場所として学内敷地が利用されることがある。敷地や講義室で主にロケしたドラマや映画には愛という名のもとに免許がない。デボラがライバル、危険な姉貴、極戦、はみ出し刑事情熱系等が挙げられる。各コース生の所属は2年次からとなる。かつて、 ホーム研究家放送実務専攻を設置していたが2012年度以降の学生募集を停止し廃止された。司法試験受験実績は以下の通り、研究成果は主に以下を中心に発表される。在外研究、著書出版の女性や有識者、著名人を講演会の講師として招聘することなどにより、研究を促進している。さらに、 大学院においては日本で最初の文化情報学部を設置した経緯から文化情報学の研究、法学分野では法と情報に焦点を当てた法情報文化に関する研究、心理学分野では法心理学の研究などが特色として反映されている。そして、産学官民連携により地域の経済、社会、文化や企業経営に関する調査、 研究が行われている。運動系、文化系とも、各部、サークルは、公認団体、体育部会、文化部会、届出団体、実行委員会、その他のいずれかに分けられている。元カジ駅の古線橋場から見た、スクールバス乗り場級お茶の水キャンパス全学部、大学院全研究科が使用するキャンパスである。第1。 第2キャンパスに分かれているが、正式には両者を合わせて、反応キャンパスと称している。開学当初より、光ファイバーを欄として付設しており、当該学内欄は S、ウルガ大ユニバーシティオンラインネットワークより、ソネットと呼称している。反応キャンパスでは、アス運動公園のスポーツレクリエーション施設や、アケボの子供の森公園、イルマ川などが、周囲に立地し、 首都圏西部の広々とした環境で学生生活を過ごす。校歌や一部の人々からは、城や鳥と表現されている。専門職大学院ホーム研究家のみが使用するキャンパスであったが、法科大学院の廃止に伴って、同キャンパスも廃止された。同学への授業料を納めている場合、交換、派遣留学先の授業料が免除され、留学しても4年間で、 卒業可能となるように留学成果を単位認定している。キャリア支援システムを導入している。地域連携センターなどにおいて地域連携及び職業実践教育を行っている。ありがとうございます。